会社や部署の代表電話のために出社していませんか？ Teams 電話ならパソコンやスマホから会社の電話を利用した外線電話が使えます。リモートワーク中に部署代表にかかってきた電話を取ることができるんです。外線電話を Teams 上で受けて電話を取り次ぐこともできます。転送された電話にすぐに出られなくても留守電を入れてもらえれば大丈夫です。留守電メッセージをテキストで書き起こす機能があるので、録音を聞かなくてもテキストを読んでその場ですぐに要件が確認できます。発信も簡単。アドレス帳や通話履歴からまた直接番号を入力して発信できます。もちろん電話をかける先は固定電話でもスマホでも問題ありません。オフィスでもリモートでも現場でも Teams 電話で場所に縛られないハイブリッドワークを簡単に実現しましょう。